ふッえッフ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 ッハッハッまさかこの恒例儀式をわし自身に使われる日が来るとはのうフッ <laughs> またも小説を書いてほしいという願いかなんじゃこの時代では小説が流行っておるのかやっと見つけたぞお前えが 作者だなお前が小説に書いたあの呪文一体何をたくらんでるんだはなるほど。はっはっどうりで懐かしい気配がすると思ったらわしを捕まえるための罠じゃったか。あれをやった意図ととね <laughs> もちろん呪文の力で。 あやかしの亡霊を大地へと呼び戻し稲妻に血の雨を降らせるためじゃよななんだってやっぱりそんな恐ろしいことを企んでたんだなこうも簡単にこのわしを体に憑依させるとは考えが甘いの <laughs> ほうこやつの体から とてつもない強い力を感じるぞよい実に素晴らしいこの力があればわしの計画は止められるものなぞおらん <laughs> おい早く目を覚ませそいつの思い通りにさせるな無駄じゃ どんなに叫ぼうとこやつは大きいこの体はもうわしのものじゃおい起きろってそんなやつに乗っ取られちゃダメだ,めだみこどうにかしてくれって らく裏臭い。さすがは何時じゃ察しがよい。<laughs> 高みの見物をしようって。さっきの目配せはわしにこれをやらせるためだったの。じゃろ、こ <laughs> れ見たことか、そこのとんどるおちびちゃんを怖がらせてしまった。ではないか。かわいそうに何を言うておる。 さっきまであんなに楽しそうに悪役を演じておったじゃろすべてわらわのせいにする気コウラクサイミコ、もしかして知り合いなのかへ知り尽くしておるわい <laughs> では改めて紹介しようこやつが神聖丹麗筆記の作者、ウラクサイじゃ いや、より正確に言うと裏くさの記憶じゃな記憶レーコンじゃないのかまあレーコンも記憶ももともと地脈から来る同種のものじゃ先日獣域ハウンドが信用の根に噛みついた剣を何時も覚えておるじゃろその時地脈から溢れ出る人間の記憶を 何じゃは見たはずじゃ人間のものがあるならあやかしもまたしかりじゃ生前あやかしは法力を有しておるたとえ赤きの幻影であっても姿を表すかどうかを意図的に制御することができるそして一般的に人間の記憶よりも長くこの世に残ることが可能じゃそうじゃ九段の小説も わしが神王の根の近くをさまよっておったらたまたま叫び声を聞いたのがほったんでの確か誰でもいい俺にすごい小説を書かせてくれと言っておったかで気まぐれにそやつの体に入り代わりに書いてやったんじゃよそうだったのかでも なんで本の中に恒例の呪文なんか書いたんだふん自慢じゃないがわしは生きておった頃一世を風靡した大王子でのわしの記憶は人間の体に入ることができるんじゃただ小さなあやかしではそれができぬそこであの呪文じゃあれを使えば 誰もがこの世にしばし戻ることができるさすれば未練を晴らすこともできるじゃろうえっで,でもこやつはランジラのその行為が人間に迷惑をかけておると言いたいようじゃはっはっとはわしらが去るときに夢が終わってしまうことか あとそれと熱が出てしまうこともそうじゃったか人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う他の者の,の力に頼って努力をおろそかにするなぞ痛い目を見て当然じゃむしろ わしは人間のために貢献しておると思うぞそうじゃろミコわらわもそう思う <laughs> かったよおいらもなんだかそんな気がしてきたしじゃからおチビちゃんそう怖がらずとも大丈夫じゃミコは普段ふざけておるが 法力では一人を争うあやかしじゃしな法力だけではない裏臭い何の書いた神聖探偵筆記よりもわらわの新作の方が人気があるふんそういうことじゃったか面倒なことを一番嫌うお前がこの画質に来てわざわざわしを呼び出したからにはき と何か思うわけがあると思っておったわい。以前みんなで百物語をした時もいつもわしに立てついておったしな。まあよいわしの負けじゃこれでよいか、はあ。何百年もの時を経てようやっと何時らその言葉を聞けてわらわは満足じゃ。はあ いつも人の肩に乗っ取るのが好きだった小娘がこの数百年で立派になりよって裏臭い何時に残された時間はあとどのくらいじゃそう長くはないみんな同じじゃわしらは来た場所へと帰らねばならんじゃが満足しながらも みんな思わず口にしてしまう。もう一度、百鬼夜行をやりたいと。フレクサいそのことなら安心せい。わらわがすでに手を打っておる。わらわの鈴の音が響く頃、それは無月の夜が降臨するとき。おっ <laughs> そいつがいい。素晴らしいぞあっ これじゃミコその時が来るまでわしは力を温存せねばならん昔話もここまでじゃわしは帰るぞふむ行くがよいミコよひつ聞くが今日まで元気に過ごしておったか <laughs> 当然じゃ。 それはもう日々を楽しく過ごしておる。特に近年、世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない。おせっかいな二人の異教人とも出会えた。それに、あの頑固な A も、ようやく少し融通が聞くようになったしの。ほっほーそいつはいい素晴らしいわい裏臭い。何時もきっと。 この時代を気に入るじゃろ汝のように物語をかけて絵ハ描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃわらわが直々に原稿を催促するほどのなッ